明治のいいところ悪いところ、やっぱり明治第一号で明治に受かる人ってほぼほぼいないんですよ。まず早稲田を受けろそして落ちて明治に行ける瞑想戦を楽しめる内部進学者の学力が低いキャンパス場所分かれすぎ問題名前があるんですよ。泉返しみたいな、やっぱり明治はナンバーワンっていう。はい、始まりました森節チャンネル。はい、ハローだよ。はい、髪の毛が おかしくなった伊関さんに教えていただきまして、はい、明治大学出身なんで明治の中退してますけどね。はい、そうだった明治のいいところ悪いところと教えていただきたいと思って、もう明治行けっていう感じでお願いします。なるほど明治はここがすごいですね、はい、教えてください、まあ、とはいえまず僕もですね第一志望だったわけじゃないんで、あ、まあまあそう、ね、当然早稲田ですよ ね第一志望はね。もう悪いところになっちゃうんですけれども、まず早稲田を受けろそして落ちて明治に行けっていうことになりますねまあね早稲田レベルの勉強していれば、うん、まあ、で早稲田に届かなくても明治は超えられるっていうね、はいはい、そういうことはありますからね、はいはい、ただやっぱり明治第一志望で明治に受かる人ってほぼほぼいないですね。まあそうですね、はい、実際そうですよ。ぶっちゃけだからマーチの授業とかね、総研の授業担当してよく言ってましたもん、うん、そのマーチ目標でこれやって受けてる人たちいるけど、はい、まあ行かないよ大体って言って、うん、まあ、総研の人たちに言ってました、はい、総研クラスの人たちに。で君らが大体総研届かなくてマーチに行く人が大半ですよっていうふうに言ってました。なるほど、なるほど、はい、ただやっぱその中でも早稲田落ちが一番多いマーチって明治だと思うんですよ。はい、まあ、そうですね。やっぱもうマーチの中だと頂点みたいなところあるんですよね、うん、M ですから、はい、それから始まってるし、実際難易度的にも多分明治が一番難しいかなと思ってまして、やっぱマーチ棒でも中央法制だったら中央法制志望で中央法制入るとか、うん、結構あるじゃないですか、はい、なんですけど明治志望だけだとやっぱ明治はね落ちちゃうなっていう印象があるんで、もう明治に行きたかったら早稲田に落ちろって感じです。いやいや意味が分かるんですけど早稲田に落ちろはいらないです。別に早稲田に受かってもいいですから、はい、ただこの早稲田に落ちることによってですね、はい、こう明治の素晴らしい明治カルチャーにですね入っていくことができるようになるんですよ、はい、あ、なるほどね、はいはいはい、それありますもんね。そうなんです、はい、だからまあいろいろと明治って魅力あると思うんですけど、はい、例えばまずスポーツが盛んじゃないですか、はい、ただこのスポーツがただ単に盛んじゃなくて、うん、やっぱ瞑想戦を楽しめるっていうのがね、はい、そうですね、醍醐味ですから。明治と早稲田の戦いですよ、はい、そうなんですよ。瞑想戦でねもうちゃんと明治から書くっていうのがね、うん、ポイントなんですけど、はい、もう受験料返せみたいなこう言いながら応援しに行くっていうのが大事ですよね、はいはい、大事たくさん早稲田受けて落ち物に落ちに落ちて、はい、明治みたいな人が多いですから、うん、といった意味でやっぱ団結力もね他の大学よりも強いんじゃないかなと思います、うん、さすがやっぱり明治がナンバーワンですね。やっぱり明治がナンバーワンっていうねコールもあるぐらいですからね、はいはい、何に使うコールなのかは分かんないですけどもやっぱり明治がナンバーワンって聞こえたら反応しちゃうみたいなところはありますよね、うん、はい、その団結力もなんかちょうどいい具合なんですよね。おお、というのは慶応って結構すごい、はい、もう慶応なんですねみたいな、すごい慶応同士でめっちゃ固まるみたいなイメージあるんですよ、はい、最強の見た会、はい、でなんか早稲田は早稲田でなんか一匹狼じゃないけど、あ、早稲田なんだぐらいの感じで、なんか俺も早稲田だったよみたいな言うかもしれないけど、なんかそんなに絡まないですよね。いや、それは知らないですけど早稲田の人たちなんかそういう印象があるんですけど、はい、なんかこう明治は慶応ほどはつるまないけどある程度長いみたいな。おお、なるほど。だ結構 OB 訪問 OG 訪問とかねウェルカムなんで、就職活動でも、うん、まあ、大体どこの会社にも OB、OG いるんで、はい、OB 訪問しやすいっていうのも魅力なのかなっていう感じがしますね、はい、就活強いですからね、うん、で他にいいところとしては、まあ、有名人に会えるんですね。お、はいはい、明大祭という大学祭か、学祭、学祭、学園祭とかね、はいはい、明大祭には多分毎年絶対有名人は来ます。それどこの学祭もそうですあ、そっかどんだけしょぼいとこでも有名人来ますちゃんとお笑い芸人とかは絶対来ます、ね、なるほど、なるほど、はい、じゃあこれは飛ばしましょう。エフランでも来ます、ね、じゃあやっぱり悪いところ話しましょう、はい。まあ、悪いところでよく言われるのが内部進学者の学力が低い。あ、なるほど。問題、どっから内部進学してるんですか。明大中野と明大明治、はい、明八ですね、はい、明大八王子、はい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 、から来るんですけれども、うん、まあ、僕が衝撃的だったのは英語の授業で前に座ってた子が明八出身だったのかな、はい、この単語ってどういう意味みたいな感じで聞かれて、はい、見たらプロバイドだったんですよ。はいはいはい、もうそんな、お前単語帳乗っとるやんけみたいな、その超初歩的だぞみたいなものすらやっぱわからない、でトイックで言うと300点から350、400みたいな人とかもやっぱたくさんいるので、なるほど、まあ悪いっていうか大変そうでした、うん、なるほど、はい、ちゃんと内部進学者でももちろん勉強頑張ってる人はいますし、うんうん、あと最近は明治がそのことを問題視してるらしいんですよ。お、なるほど、だからさっき述べた3校のどれかに通ってる生徒
生さんがいるんですけど、はめちゃくちゃ英語やってますね。高校生のうちにトイック600以上取ろうみたいな感じでやってる人もいるぐらいなんで、変わってきてはいます。なるほど。そうなるともうより明治強くなりますよ。もう高校生の時にね、600とか取ってる状態でちゃんと入ってたら、一般受験者とねそんなに英語力変わらない、もしくはそれ以上あるみたいな感じの人が増えてくると、明治が、ね、早稲田を抜かす時が来るんじゃないかなと。なるほど。ただ変えられない問題がありまして、はい、それがキャンパス場所分かれすぎ問題。ああ、はいはいはい。なんで分かれてるっていう問題ですよ。はいはいはい。まあ泉キャンパス、はい、あと中野キャンパス、はい、でリバティタワー、リバティタワー、駿台キャンパスってあるかな、はいはい、あとは生田ですね。ああ、生田ありますね。はいはい。だ教授も大変ですし、それ全部行ってる教授いたんですけど、めっちゃ大変って言ってましたね。ああ、やっぱそうですね、うん、移動するの大変、部活サークル、うん、これも大変。その障害教育も全部のキャンパスでやってるんで、障害教育やると IP テストが受けられるっていうトイックのですね、うん、なんでそれで受けてる人いっぱいいるんですけど、はいはいはい、そのキャンパスバラバラ、確かに見た時こんなにキャンパスあるんだって思って。そうなんですよね。一番やっぱ多いのは泉キャンパスに行く人だと思うんですけど、はい、泉キャンパスで4年間過ごせればいいんですけど、はい、2年生までは泉で、はい、3年生からは駿台キャンパス、はい、リバティタワーになっちゃうんですよ、はいはい、これがちょっと問題を起こしてまして。そうなんですか。なんていうんだっけな、名前があるんですよ。泉返しみたいな。何です、ツバメ返しみたいな。泉返しだ、やっぱり。そう、泉返しっていうのがありまして、はい、1、2年生が泉ですよね。で、3、4年が駿台じゃないですか、うん、ってことは1、2年生の時に卒業に必須な単位がたくさんあるわけですよ、うん、はいはい、語学とか、はい、小学部だったら、はい、まあ、簿記系、うん、会計系かな、うん、とかがあるんですけど、これらの必修単位を1、2年生の時に落としてしまうと、うん、それ以外の授業は全部駿台、うん、なのに泉に強制的に行かないといけないっていう。あ、それを泉返しって言うんですね。そうなんですよ。慶応ではそれを来日と言います。日吉に行くので。あ、そうなんですね。日吉に行くので来日って言うんですか。泉返しに困ってる先輩とかはいますね。あ、なるほど。それが挟まれたりすると最悪ですよ。わかりますよ、やったことありますから僕。やりました、はい、返されて来日されちゃってるじゃないですか。来日してましたから、はい、そうなんですよね、はい、だから1限は駿台だけど、はい、3限で泉に行かないといけなくて、5限までに駿台に戻らないといけないとかね。わかります。東大でも院の時に本郷と駒場行き来してましたから。あ、さらにその各校舎がそれぞれ問題を抱えている問題、はい、各校舎が問題を抱えている問題、はい、自分が行ったことあるのは泉と駿台と中野キャンパスなんですけど、はいはいはい、まあ、中野はそんななんか調校してた授業があって行った程度なんで、ちょっと分かんないんでコメント欄で教えてください。行くだけも分かんないで教えてください、うん、泉はですね、はい、飯食う場所がない問題。へえ、そうなんですね。やっぱ明治って結構生徒数も多いんですよ、はい、あ、はいはいはい、そういうことね。なんで、うんうん、お昼の時間の学食は、学食がメインで大きいのが1個しかなくて、はいはいはい、うん、ここがもう混む混む混む。あ、はいはい、中央も同じ問題抱えてますね。そうなんですよ、ね、まあ、はい、特に1学期が始まった時は1年生がたくさん来るんで、はい、まあ、だんだんね大学に姿を現さなくなってくる人も多いので、だんだんね改善されてくるんですけど、うんうん、そうそうそう、本当そう、学食って本当そうです、はい、そう、本当に食べるところがない、うん、でしかもこう図書館とかカフェスペースみたいなところが結構あるんですけど、はいはい、うん、そこら辺も大体埋まってる、ね、埋まってるみたいな感じなんで、うんうん、そこはどうにかしてほしいですよね。なるほど。そして駿台の闇の方が深いんですけど、はい、駿台引き続き飯食う場所がない問題、リバティタワー、ね、はい、リバティタワーはその問題がコンティニューしてきます。まだあるんですね今でも、はい、最上階ぐらいにその食堂があるんですけど、はいはいはい、まず小さいもっと大きくしましょうっていう。なるほど。でかつ外部の人も入れるんですよ、うん、はん、あ、そうですね、あそこ入れる、結構食べに来てるんですよね、うん、はんはん、だから余計食べる場所がない。なるほど。でしかもビルなんで、はい、ビルですね、だから途中の階とかにも食べるの作りにくいじゃないですか、はいはい、椅子はあるんですけど、うん、机はないんで食べる場所がない。なるほど。でさらにエレベーターが2個ぐらいしかない。もうちょっとあるとですね、リバティタワーは2機ではないですね。じゃあ2機が2個あるのかな。いや、まだトイック受けに行くことあるんで、さすがに2機ではなかった気がするな。でもとりあえずめちゃめちゃ混むんです、うん、ただ混みます、混みます、そのトイック受験ですらめっちゃ混みます、とにかく移動できない、はい、なんでエスカレーターがこうあるんですけど、はい、全部の階バーって、まあ長え、あれ上トイック受けるときに上がってくの超めんどくさい、はい、そうなんですよ。その3年生になってある授業が4階でありました、はい、次の授業は18階ですとかね、はいはいはい、でまたその次の授業は6階ですとか、はいはいはい、上がって降りて上がって降りてみたいな、何やってるんだみたいなさ感じになるんですよね。なんでそこはなんとかしてほしいですよね、いろいろとね問題を抱えている明治ではあるんですが、はい、やっぱり明治がナンバーワンっていうことで、はい、
その明治を楽しみましょう。魅力言えました今。トイック受験終わってから帰る時の人の多さもうめっちゃ大変なんですね。レベーターもエスカレーターもめっちゃ混むんでね。教室数はめっちゃありますからね、あのタワー。確かに確かに。で、はい。まあでも魅力いっぱいですよ。魅力いっぱいです。やっぱ明治って名前もね、いいんですから、はい。強いですよ。芸能人もいっぱい行ってますし、はい。はい、人も目指してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、小林さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。一番多いんだけどね、実はね。